佐市の複合文化施設スナーデで行われたのは、県内のアート集団高知アートウォーミングの第1回公演です。高知アートウォーミングはコロナに負けずアートで心を温めてほしいと、高知市でバレエ教室を主催する上岡雅子さんの提案で去年6月に活動を開始しました。メンバーは県内在住や県出身のアーティスト13人、クラシック音楽に演劇にダンスなど、さまざまなジャンルのアートが一つの舞台を作りました。上演したのは童話青い鳥をもとにしたオリジナル作品。主人公がページをめくるたび、さまざまなパフォーマンスが飛び出します。昨日は座席の間隔を空けたものの、会場はおよそ200人の観客で満席に。出演者も観客も久しぶりの生の舞台を心から楽しんでいました。舞台見るの好きで、はい、東京とか行ったりしてたんですけど、やっぱりこういうコロナ禍で行く機会が減ってたので、そういった中でこの高知でさまざまな芸術に触れる機会が設けていただいて、すごく良かったと思います。やっぱりもうなんか今はとっても胸がいっぱいで、やっぱりお客さんの前で私はまあ踊るっていうことですけど、それができるってこんなにまあ幸せなんだなと改めて感じることができました。夢は大きく、コロナも落ち着いたら海外からゲストなんか呼んだりとか思ってます。上岡さんは若い世代が自分を表現する場を見つけるきっかけになるような活動を続けたいと意気込んでいました。私も会場で見たんですけど、やっぱり生の舞台はいいなと思いました、はい、でもこの様子はYouTube で同時配信され、はい、今も見ることができるんですが、まあ、こういう取り組みってコロナ時代の新しい芸術のあり方ですよね。そうですね。現場に行かなくても臨場感味わえますね、はい、では次に